めちゃにいけてる。めちゃにいけてる。の企画めちゃにいけてる。の企画では、バラエティ番組、めちゃにいけてる。で放送された企画について記述する。その他のコーナーはめちゃにいけてる。のコーナーを参照。岡村が、反町隆中田秀俊、木村拓也という日本屈指の、モテモテ男たちに噴して出没するシリーズ。 ディレクターに噴した矢部とアナウンサーの佐野が、素人相手に、キスドッキリを仕掛ける企画。島田信介のモノマネをする岡村が司会となる企画。過去に5回以上放送されていた。クイズパレード以外は日本テレビ放送網及び、その系列局の番組のパロディ。信介引退後は放送されていない。最後は、所長自ら罠にはまることに。 オアシズの大久保からのトラブルだったが、最後は相方の三浦の相談内容に。いずれも岡村オファーが来ましたシリーズで寝ていた岡村が起こされた時のものから派生。いずれも岡村がチャンピオン。2007年には、小木矢萩と堀内健がゲスト出演。釜騒ぎで、 大喧嘩した矢作とホリケンを仲良くさせるため、お台場周辺を観光するもホリケンにちょっかいを出される、始末。2009年には、鳥居美雪と近藤春菜が、ゲスト出演。めちゃいけでは、狂犬、若頭と呼ばれる加藤も、実はこういう企画には涙もろい。このほか、不可の少年グレン隊から、義理の父親の不可の正一も登場した。岡村が、 最初仕掛けに喧嘩を張ったが、軽く振り払われて終了し、工事、お前は、強いと、めちゃイケメンバーに称えられ、初戦の相手、ガレジッジセールが登場しゴリと喧嘩したが結婚して、家族をいじられ、ガチになり、放送事故へ。第二戦では、空手家のヤベ太郎と戦ったが足をかけられて、一撃で負けた。その後、ガレジッジセールが乱入し取りやめとなった三戦目は、 トミズのトミーズとボクシングをする羽目に。何回も乱入してきた、ゴリもボクシングする羽目になり加藤は肋骨を殴られこ、ゴリもスタミナ切れで乾杯に終わった。エンディング後の一言で最後に、加藤が、肋骨言ったかも、と涙していた。第一章、狂犬の恋、第二章、狂犬の噂、第三章、狂犬の父特別章。 狂犬の印最終章直前スペシャル最終章狂犬の宝番外章狂犬の春未公開完全版加藤とその妻、香織ちゃんの200日間を追うドキュメント。この企画の間、岡村が加藤の家に住んでしまった。加藤が救助犬のバリーと共に27時間 100km マラソンに挑戦した途中、 TBS のスーパーサッカーへの生出演のため、一旦 TBS へ移動。スーパーサッカーには加藤に加えバリーも出演した。スーパーサッカー放送終了後、サンマ、中井の今夜も眠れないのトークで、アカシアサンマらのトークに10分押され、移動。再びマラソンにチャレンジするが、27時間テレビの 放送終了時間に間に合わず 87.5km 地点でエンディングを迎えた。番組放送終了後も走り続け、深夜にフジテレビに到着。その模様は後日めちゃいけで放映された。TBS への出演と移動に応した約6時間10分と、休憩中にそうめんを食べすぎて、パワーダウンしたことが大きく影響したとされる。日の時には、西川 ボンチ、オサムの、ニセカリュードが、加藤の100キロメートルマラソンの伴奏に挑戦した。放送中のゴールとはならなかったが、加藤がゴールしたことを想定した。予定の感動演出は、お台場のスタジオで滞りなく、行われた。身重の妻と娘が感動の手紙の朗読をし、加藤が歌う予定だった、あの素晴らしい愛を、もう一度は、深野が代理で熱唱した。 加藤が中継先で唖然としている状況で、スタジオ全員で大合唱。ただし、深野の歌声は臨床のように伴奏からどんどん、ずれまくり、感動とともに爆笑も呼び起こした。この企画は2008年の27時間テレビにて、最も残念だった企画トップ3の3位に選ばれた。またこの際、山本には、 自粛のモザイクが入り、明石シアさんまは、ある意味最も残念とコメントした。また、加藤自身も2013年の27時間テレビの、生爆裂を父さんで、アスカさんが怒られていたと言っていた。飛ぶ薬から、ストリート系ダンサーの岡村隆史と共に、系統は違うが、ショーパブ系ダンサーとしてのダンステクニックを披露、し続けてきた、山本慶一が、山室奈美 めちゃレイケレーレ王は誰だを経て、ついに結成した劇団。1998年1月17日放送の街角ちょっといい話企画では、CCB のロマンティックが止まらないに合わせて、大量のダンサーと共に見事に、ダンスを決めてみせた。ホワイトデー記念俺の女の落とし方の企画で女優の伊藤和恵が参加。 実録ちょっと怖い話で山本が宙を舞う演出などを見せつけた。山本が1970年代アイドルの曲目を歌って踊るコーナー。アイドル本人も登場する。や、ヨネヒロシと黒柳安子が司会を務め全後回放送された。類似企画としてめちゃに起きてる。で、早朝芸人のドジマンザコ,コイチ店を生放送した。 登場したアイドルは、以下の通り。風見慎吾、涙のテイク、A チャンス包み大二郎、燃えて、パッションザ・ビーナス、キッスは目にして、ゴー・ヒロミ、2億4000万の瞳エキゾチックジャパンイモ、金トリを、ハイスクール・ララバイまた、加藤の妻が妊娠中であった時に、香里ちゃんをスタジオに呼び、大響に良い曲を、ランキング形式で流す、ザ・大響展があった。 や、米広氏と、岡柳哲子が司会。この時のベスト3は、以下の通り。正式タイトルは、実録、山本球団。山本がメンバーと野球をする。岡村は山本に小番ザメのように寄り添い、忠実な子分として行動山本の言動に不満なメンバーからは、チビタと呼ばれ、山本からはセクハラまがいの指導を受ける。逆に、山本に意見するやべだけ。 仲間外れにされた。サリナは川へ突き落とされる羽目に、全3回放送でめちゃいけ史上最悪の視聴率であった。1999年6月12日放送。やべは映画メッセンジャーの撮影があり、また岡村はテレビ番組アサヤンの収録中にハエを捕まえようとした際に肩から倒れてしまい骨折したことで内々の2名が、 めちゃいけの収録に参加できないことになってしまった。また、放送日の裏番組として、プロ野球の巨人戦があることを意識して、内々以外のメンバーが不安になり、緊急会議を開くことになった。雛形が、進行役となり、ナインティナインがいないめちゃいけをどうするかお議題に、各メンバーが考え、以下のコーナーを実施した。最後に、小崎豊の、 15の夜をメンバー全員で歌い、内々不在でもやり遂げた満足感を爆発させた。なお、この回だけ、番組タイトルが、メサに受け取る。ホワット、エイフルウィーアー、マイナスで、岡村が叫ぶところを浜口が代役。提供読みの時も、メサイケは、ご覧のスポンサーの提供で、と読み上げていた。2001年9月1日放送。岡村が、映画、 無問題2の撮影で、香港に行ってしまい、残ったメンバーが、めちゃイケの収録をどうするか緊急会議した。各コーナーの収録時間が迫ると、矢部の携帯電話に、岡村が電話をし、代替を用意したことを伝達する。すべてのコーナーが終了した後、エンディングトークの場面で、岡レモン姿の岡村が登場。最終便の飛行機に間に合って帰国できたようで、 本来帰国できなかった時の代役も用意していた。その代役とは、岡レモンに二分した、岡田真澄で、岡村のコミカルな動きを岡田が真似して、笑いを誘った。2010年7月10日放送。岡村が体調不良のため休養し、7月3日に放送予定だった誕生日企画の収録が中止となった。加藤のジンギスカニアに集まったメンバーが、 緊急討論会を開催し、岡村への日頃の不満をぶつけ合った。欠席裁判の途中では、めちゃツイッターが流れた。その内容は、本業でない映画とそのプロモーションに力を入れすぎ、他人に厳しく、自分に甘い、ドケチなど。プレッシャー母子人の収録中におった怪我を気に、していたのを慰めたところ、理不尽に怒鳴り返された、花屋でバイトする、荒垣結衣の処女が、 理想のタイプ、エスミマキコを母親のように慕っている、売れっ子ホストのような部屋に住み、福山雅春とお揃いの電化製品を持っているなどの暴露もあった。しかし終盤に、武田がこれまでめちゃイケのエースとして、そしてナインティンナインとして常に笑いに、全力投球してきた岡村へしばらく体を休ませてあげようと結論づける。それでも納得しない加藤は最後に、 浜口の極楽トンボなんかもう5年ぐらい休んでるようなもんの一言に、ゼック、やベト、サービス残業コンビとして頑張ることを決意した。岡村は一時復帰した後、療養のための長期休養に入ることになった。その際のナインティナインのオールナイト日本には、岡村の代理として、加藤やオアシズが出演している。2000年5月13日放送。良い子の二人が、 ナインティナインのオールナイト日本にハガキを送り、採用させない内を驚かすために企画した。ハガキを送る時のペンネームは、過去に二人がめちゃイケで演じたキャラの名を使用した。しかし全く採用されず、加藤や、三浦や武田徹に手伝ってもらったり、番組でよく採用されているハガキ職人の谷口正人まで、呼んでハガキを送り続けたが一年経っても一向に、 はがきは採用されず、ついには企画のおくらい輪にまで追い込まれたが、最後の最後で、武田が、ペンネーム、お台場真理で出したはがきが採用され企画は、成功したが、良い子の出したはがきは1枚も採用されることなく、終了した。企画終了後に、有野が出したはがきが2枚採用されたが、すでに企画が終了していたため撮影はされておらず、 結局放送されることはなかった。2008年9月6日放送。TKO が大いそロングビーチにめっちゃイケメンバーを呼び出し、半年先輩の良い子に水泳対決を申し込むが、TKO が惨敗してグダグダに終わる。全体的に TKO の芸歴の古さを強調する演出がなされたが、 笑わず嫌いを決定戦からブレイクした TKO を祝福する企画でもあった。浜口の実家である浜湯を舞台に浜口の過去をねほりはほりいじっていく企画である。2006年3月11日放送。ひな祭りのおひな様の格好をしたひな形がめちゃイケで自分の出番が少ないと憤慨し当時のめちゃイケの人気コーナーを ひなメインで行うことに、初ょい、セルフパロディである。この企画は、最終回直前の、スタッフが選ぶ記録より記憶に残る回でも8位に、ランクインした。ただし、富士 TV 警察の部分に関してはすべてカット、されている。2006年2月11日放送。谷城と爆走ズトリダンに、V6 が来た際、武田が、 俺だって、ジャニーズ事務所に入りたかったんだよと発言したことから、無理やり入門。内容の類似性については全校を参照。武田のジャニーズに入りたかった発言は山本がそう、言った方が面白いからと本人に吹き込んだものであり、実際はホリプロ一途である。2001年5月26日放送。サリーナが憧れていた映画、極道の妻たちに、 ひなが抜擢されたことに激怒し、日頃の扱われ方に差別があると日頃の鬱憤をぶちまけた。ひなに勝負を申し入れ、岡村の提案で演技対決を行うことになり、勝った方は一流女優として、負けた方は普通の姉ちゃんとして扱われることに。ナインティナインが進行役となり、メンバーを演技で騙せるかを競った。泣きの演技、ターゲットは良い子で、 ひながたは、浜口、紗理ナはありのを選択。プライベートのふりをして楽屋に入り、泣きの演技で相手から現金をいくら借りることができるかを競う。ひながたは、夫が借金をしていると漏らし、大粒の涙を流して、浜口を騙したのに対し、紗理ナは、家に電話がかかってきて、お金を持って来いと言われたと曖昧な嘘をついて、いきなり疑われ。 肝心の涙が出ず、目にからしを塗り込む芸人顔負けの力技を見せるも、ありのに簡単に見破られた。怒りの演技、ターゲットはオアシズで、雛形は三浦、三つサリナは大久保を選択。プライベートのふりをして、ホテルの部屋に入り、怒りの演技で相手を謝らせるまでのタイムを競う。ひなは、陰口の噂を聞いたと言って1か8かの賭けに出るが、これが、 見事に当たり、三浦の真理を巧みについて五分余りで謝らせた。一方、サリナは大久保に台湾ロケ地国の説教をするも、説教の理由が曖昧でなかなか謝らず、焦る余り大久保にビンタしたことから乱闘になり、強制終了。色気の演技、ターゲットは極楽トンボで、ひな形は山本、サリナは加藤を選択。色仕掛けで相手に迫り、 お持ち帰りされるかを競う。ひながたは、夫が浮気をしていると山本に相談を持ちかけ、泣きの演技も見せて、山本にお持ち帰りされることに成功。メンバーに止められるまで、山本は、完全に騙されていた。サリナは、焼肉店で、加藤にアタックしたが、昭和のように、古いセリフや仕草で怪しまれ、この場でやっちゃえばいいじゃん。 と加藤が服を脱いでサリナを押し倒したところで、強制終了。2007年4月14日のスペシャルで放送。浜口魂の鈴木サリナ版とも言える企画で、フォーマットは、ほぼそれを踏襲していた。冒頭では会議室に、サリナ以外のメンバーが呼び寄せられているところに、岡村が怒りながら入り、実は、めちゃイケファミリーから不良が出ました。と発言。 ボンバーヘッドになったことに加え、鈴木サリナだと変な先入観で見られるからという理由で、胸広名義で歌手活動をするサリナは、本当にめちゃ池を愛しているのかどうか確かめるために実施。浜口魂と同様、問題点を指摘した上で11年間で最大の怒りを炉にする岡村が、鈴木サリナをクビにします。と宣言する。星の秋を、 嘘の新レギュラーとして、撮影に参加させ、サリナが星野を嫌いになるように仕向け続けた。なお、反対派の一人の役回りを演じた加藤は、もともと俳優業が本業である、武田、雛形、方、サリナを除いて、メンバーの中で最もドラマ出演が多いはずだが、ドッキリ進行中に、大小様々なミスを繰り返し、岡村を中心に厳しいダメ出しを受けていた。 ヒルナンデスのパロディ企画。2016年1月30日放映。サリナンデスは、めっちゃイケを女子にも見てもらうようにするというコンセプトの下、鈴木サリナと小林真也を MC に据えて、女子力を上げるための食事、衣服、メイクなどを紹介するという触れ込みの企画である。オープニングも、本家のオマージュ。フェルナンデスくんのサリナバージョンが上にいる。 めちゃ池女子レギュラー、白石舞、秋元ゆうか、誰のがれ、明美、船山久美子、ルナ、中村美は、近藤千尋が架空のレギュラーメンバー。めちゃ池けダメンバー、渡辺健、藤本敏文、神田、サリなんですは、めちゃ池を女子にも見てもらうようにするというコンセプトの下、鈴木猿里奈と小林真耶を司会に据えて、 女子力を上げるための食事、衣服、メイクなどを紹介するという触れ込みの企画である。もちろん、これをそのままやれば、パロディ元の、昼なんですのような生活情報番組になってしまい、一切笑いが生まれない。ここから、どうやって、笑いを生み出すかが、腕の見せどころ。女子力向上を目指す企画。浜川カーン・カンダは、女子力がありすぎて、 女子メンバーのフォローをしてしまっていた。20年目にして、初の MC を、鈴木紗理奈が務めた。モテない女グランプリから派生した、杉田香織が武田に付きまとう企画。第1弾、第2弾が、杉田の武田への恋心的要素が強い中、第3弾からは杉田が武田をプロデュースする企画へと、変わっていった。 1> 第一弾からすべて最後は武田が落とし穴に落ちて、エンディングになる。スキー場でーと、私をスキーに連れてって、杉田ロワイヤル、武田を、落とせと先生が言ったから杉田が、武田のサックスを、プロデュース武田正春高感度アップ100キロマラソン一妻、杉田を武田が、略奪コンクリスマスまでに、武田の新しい彼女、面接形式で、佐野アナと、めちゃイケメンバーに、 カツを入れる。作家のネタがない場合に適用。2005年6月11日放送。中島 P が遅刻してきたメンバーの時計を預かってしまい、手探り抽選で当てさせるというもの。2005年8月13日放送の、めちゃイケ名場面ベスト100で1位に選ばれ、ナレーターの木村が謝罪していた。2005年12月10日放送。 年末年始の特番シーズンを乗り切ろうと、インフルエンザ注射をしようとメンバーを呼び寄せた、中島 P。インフルエンザ注射を前日にしてきたというアリノは、自ら死亡し、看護婦姿になり居残り。インフルエンザ注射のつもりが、山本には、ホルモン注射、加藤とやべには、栄養剤注射をさせる羽目に。加藤は全息を患っているため、インフルエンザワクチンができなかった。 2006年3月18日放送。富士テレビジョン開局47周年として中島 P に言い付けられた通り、メンバーは富士テレビの便所掃除からする羽目に、洗面所を工房が一番張り切っていた。壁床前向き、コンビナンバー1小便器中島 P からのセクハラを受けていた。最後にサリナは AD の尿しているところをガン見。 大便器加藤はサボり気味。2007年9月1日放送。夏休みの宿題として提出された絵日記を発表。2008年11月15日放送。同年10月25日の中島ですのートにて、女子メンバーの気持ちは気にしないで、OK、と中島 P が女子メンバーを軽視していることが発覚したことから、女子メンバーが フジテレビの玄関で中島を襲撃し、対決を挑む。三浦と手芸対決、雛形とパン生地整形対決、大久保とワープロ早打ち対決を行うが、どれも途中で乱闘に発展する。最後に、雛形が空のペットボトルで、中島の頭に強烈な打撃を与え、スナイパーと呼ばれた。なんでだろうの特別編として放送。 岡村と鉄友が会場にいるダンディ坂野やカンニングなど他の芸人とコラボ。ラストはめちゃイケメンバーも合流し、2年ぶりにエスパー伊藤がネタを披露した。スマップの中で当時芸人の共演者がいなかった稲垣五郎が笑いの相方探しを岡村に依頼。ペナルティレギュラー、ネゴシックスがネタを披露。ラストは再びエスパー伊藤が登場し、 ネタを披露した。イベントでの展示概要が決まると、岡村がゼネラルプロデューサーとなってメンバーに紹介する企画を放送。また、冒険王開催期間中は PR のためのミニコーナーが放送される。2006年7月8日放送。冒険王のめちゃイケブース団長に指名されたゼネラルプロデューサーの岡村はどうすれば客が来る テーマパークができるか悩んでいた。浦安市の東京ディズニーランドをモチーフに中島 P、名松 D とテーマパークを完成。ミッキーマウスの耳だけをつけた関取団が関取カルパレードを1日1回更新。最終的に7月3日生まれの岡村の誕生日 Y で油屋さんが登場した。なお、山本の出演は一旦これが最後となったほか、 不祥事発覚後に、イベント開始から数日で一部展示を変更する、事態になっている。カズトリり団、ブースキッサやべっち寿司山奥ブース、スタッフルーム恋の釜騒ぎ、ブースシンクロナイズドテイスティングブース岡村、オファーシリーズメチャバザール001、ひこまりょ。002、松野明美003、湯浅拓004、ジャガー夫妻005、 具志堅陽子006、後を回007、デビ夫人008、カルベ新一、笠井新介009、高木美穂、デーブスペクター010、木田太郎自由の炎2007年7月14日、岡カモンタの朝メチャ。内で放送。開催中には、ラップ娘のが、冒険王の随所でロケする、ミニコーナーを放送した。ラップ娘を参照。 この年より開催場所が、お台場、シンボルプロムナード公園内ウエストプロムナードにて、行われるようになる。なお、めちゃイケ、冒険王内では、ウエストプロムナード内にある、自由の炎というオブジェを目印にして名付けられた、シュッとした金のオブジェの先、ランドとして案内される。めちゃイケ界の家エー系2008年7月12日、放送。 冒険王知事に就任した岡村が、経費節減を旗印に展示物を紹介。橋本徹大阪府知事と、各市長の対立をパロディ。武田の私物のサックスを、シャワーヘッドに改造。三浦の私物のメガネを、トイレットペーパーホルダーに、矢部と、モノマネタレントたちが、桑田圭介の真似で、レコーディング、加藤の妻が調理した、今市カレー。 ドゼウモンのバカバーガー試食など。またソフトバンクモバイルの CM、白溶けの人々に出演するダンテカーバーと白い犬のカイ君が登場し、ソフトバンクモバイルが海の家前に白い砂を敷き詰める予算を出す、スポンサーになったことを発表。冒険を開催中は、ソフトバンクモバイルめちゃイケオリジナル CM を放送も登場した。その他、ユニクロの CM パロディア、 レインボーブリッジ発等でも海の家を PR した。2009年7月18日放送。科学めちゃイケ研究所主任研究員として岡村が発表。かつての裏番組だったミスターブレーンをパロディ。名称は田中義武が北海道で経営している牧場、花畑牧場にちなむ。 7月18日から8月31日まで営業した。ひな形牛ドゼウ、ピザ香りの微妙プリンイーモンホリオンチランチボックス、スイタドライアベジャエルジャスコ、めっちゃ畑牧場店、ロデオマシーンめちゃイケ 21T、シャツコレクションウェルカムボード、サチコの部屋を置かレモンジュニア、7月17日に説明会を放送。岡村が休養のためオファー企画で共演している。 キングコングカジュ太ラユタが GM 代理として登場。しかし、先輩たちを目の前に常に緊張しっぱなしだった。不況の中アウトレットモールが大繁盛しているという、ことでめちゃイケもアウトレットモールをオープン。ただし、品物やアトラクションはすべてアウトレットである。7月16日に説明会を放送。岡村は、翌週の FNS27 時間テレビも、 兼任していたため、時間がないことが強調されていた。内容は、福島県いわき市のスパリゾートハワイアンズのパロディで、あるが、単なるパロディではなく被災したいわき市、広野町を支援する意味を込めており、本家の全面協力を得ている。7月14日に説明会を放送。説明会はニコファーレで実施。今年は、 富士に限らず、日本中で、イベントがあるため、観光に行くとき思わず立ち寄ってしまう、サービスエリアをプロデュース。コーナーがなく、1企画だけで丸々1時間行う放送も、こちらも他のテレビ番組のパロディが多いのが特徴。1997年5月10日放送。富士テレビ社屋の引っ越しも、無事終わり、旧社屋の取り壊しが始まろうとしている中、 16日、藤井文也邸で、ボヤ騒ぎという、書かれた番組のスタジオや、目覚ましテレビのメインキャスター大塚の一の証明写真、共同テレビの茶の湯セット一式、社長専用トイレに置きっぱなしにされていた、イソジンと新宿区川田町の旧社屋に残された社員の忘れ物を届けるという企画。低価格での確かな配達を売りとするが、冷え出社長の時は、 賃金のあまりの安さに驚かれたことから5万近くまで値上げした。岡村の探検隊、フジテレビ警察のメンバー同様、岡村、加藤、浜口がボケ、矢部が突っ込み。別名、カウンタックの宅急便このフレーズは荷物を届け終わる際に流れたが、当時番組スポンサーに、ヤマト運輸があったため、黒猫ヤマトの宅急便と同じ曲が使用された。 それから13年後の2010年12月18日の放送にて復活。メンバーも新メンバー込みの17人に増えた。また、当時骨折療養中の加藤も、スッキリ、の放送終了後に参加。入居5年目の岡村宅に突撃し、最近岡村に災難が降りかかったのは、家が行けないからと引っ越しを決行。いつもは、 メンバーの私物にいたずらする岡村もメンバーからのいたずらに困惑していた。また、梱包後は泊まる場所がないということで近くのやべたくに泊まり、5年前に決めた40歳になるまで99を解散しないという契約の5年延長を結んだ。また、この時音声のみではあるが、やべの交際相手が出演している。1998年8月29日放送。 街角三部作の一つ。心霊マニアの桜金蔵を審査員に迎えた。岡村の持ち込み企画。やべえ MC 岡村、良い子、極楽が、ロケバスに乗り一人一人怖い話を披露していく。企画。披露する前にろうそくを消していく。岡村は、氷金属の中で、西川のりおのおばきに噴し、バカー、とギャグをパクった。加藤は、 十面器というキャラクターに扮した。浜口は、のっぺり顔、有野は普通に再現してボケた。山本は、他の3人より時間をかけて、映画、ゴーストをアレンジして、山本劇団を呼びミュージカルを披露。ここが変だよ日本人のパロディ企画。めちゃイケメンバーは、それぞれキャラクターに変装。ここが変だよ女芸人は、 赤 DVD シリーズにも収録されている。元ネタである JNN 報道特集の以前のオープニング映像をパロディにして流している。また、コーナー中のテロップのデザインやフォントも当時 JNN ニュースで使用していたテロップを忠実に再現している。MNN はめちゃイケニュースネットワークの略。2000年10月21日放送。 当時アシスタントディレクターだった、名松子と中島祐一の公開ディレクター昇進試験を、どっちの料理賞形式で行った。審査員は、大竹誠と松井直美の二人。この時、キチーム司会の加藤はかりを推薦、赤チーム司会の岡村が中島を推薦した。両者の見切れ集を紹介し、両者が企画プレゼンを行った。中島が、 番組の企画会議をサボって茅ヶ崎までサザンオールスターズのコンサートに行っていたことをばらされ、かがりが勝利となった。また、罰ゲームとして、ウンマンの気分は上々。のパロディで岡村と中島が、とある無人島へと向かい滞在した。この時はかがりが昇進を勝ち取ったが、中島も後に AP プロデューサーに栄転している。第1弾やべて前編。 加藤浩二前編スカイダイビング第2弾やべて、後編、大熊一郎油屋さん第3弾、岩木浩一前編油屋さん、加藤浩二後編大仏くん、第4弾、本田瑞水穂さよなら大好きな人涙の完結編、岩き浩一後編 SP。新春緊急呼び出しスペシャル第5弾さよなら大好きな、人完全版、第6弾。 ファイナルアンサースペシャル2000年11月、スター・ウォーズ大百科事典を読んで感銘した岡村が、自分たちもこういう本を作ってみようと提唱し、始まった、検証企画、PM8。2000年12月2日から2001年1月27日の、間に、SP を含め計7話放送された。新しい波から2000年末までの、約8年を考察、検証。 こうして作られたのが、めちゃいけ大百科事典。この企画のための象徴として、映画、バック・トゥ・ザ・フューチャーに登場した、デロリアン号が制作されている。OP の映像や、倉庫もオマージュされた。浜口は、夏の期末テストで、自分の名前を間違えた、ホモグッチーという名前で、犬役だった。同書宣伝のため、当時物議を醸した、自民党宮城県連の CM。 私がやった方がマシよ。や、消費者金融のパロディ CM も。また、検証中に油断した岡村が、岩城光一に、逆ドッキリを仕掛けられる。番組の壁には、と、番組ごとのタイトルが記載されていた。2001年6月9日放送。レギュラーやゲストが、お笑いで競う企画であるが、基本的に安倍は出場しない。絵頭2時50分が、 メンバー全員で100回長な跳びを提案。1回目は達成できるまでやるとするが、やべの誕生日のため、達成直前で断念。2回目は達成したが、提案した絵頭は、納得がいかない。さらに絵頭は、バレーボールトス100回連続を提案し、失敗。2003年6月14日放送。マネーの虎のパロディメンバーがー、犬社長にし、 志願者の愛犬に様々な試練を与え、クリアできれば、マネー成立。できなければ、ノーマネーでフィニッシュですとなる。挑戦者は、ナミエツコ、ビビル大木、デビプジンの3人。高島綾穴をめぐり、放送当時の極楽トンボのマネージャー、片山勝造、良い子のマネージャーコズモナンバラが、ラブアタック。形式でアピール合戦を繰り広げた。 2004年6月19日、26日放送。モテない、ブラザーズの二人に、主から、雑誌撮影を依頼。めちゃイケメンバーから、大やじ小やじ山本が革ジャにを、着用時には、ゼロ戦のパイロット紅の豚じゃん。など散々ない事業だった。バスローブを巻いた撮影に至っては、病院内の風景じゃんと突っ込まれていた。2005年9月3日放送。 2007年9月1日放送。クイズ浜口優のや部口博士が4年ぶりに司会。めちゃイケの初期払い。番組スタッフが出てきて、番組スタッフに関するクイズを出題し、パネラーが答える。番組スタッフ50人によるパネラーの答えの審査。パネラーの答えの中で、一番愛がない答えには答えた。パネラーの椅子に10万ボルトの電流が流れる。 2006年11月18日放送企画タイトルはこの直後に放送された東京タワーオカンと僕と時々おとんのパロディ発方園でメンバー全員が誰かを待ち合わせ人物登場時長瀬雅とクレーンカメラマンが最初物陰に隠れている人物を撮影できなかった2006年楽屋大賞受賞作品七のくん。 小林夫妻、河野雅人、坪志じ次、い、ホン水穂が語る浜口優斗影やべ三兄弟、アントニオ小チョキアントニオ猪木また、この企画が放送された2006年の当時のエンディングテーマは、笑い学校であったが、この回の未初代エンディングテーマであった、ブルーティアーズが流された。2007年11月17日放送。英語で喋らないとのパロディ。 架空の英会話塾、おかしいしにて、矢部が、六本木で突然外国人に、英語で話しかけられた際取った行動を、検証するというもの。薬をトラック、咳を、洋服のコート、熱を、スロットのフィーバーなどと間違える。矢部の歌う、ドンキホーテの歌に、要注意さらに、咳を、ラジオで音声を遮断する、カフと聞き間違え、突然、 俺、オールナイト日本やっとるみよ、などとわけのわからないことを言っていた。関連、ザカルチャータイム、矢部博之の私が、総理大臣になったら、秘書家村。矢部&、厚紙ニューヨーク二人旅2007年11月24日、放送。アメリカオ断ダウルトラクイズのパロディ。野島拓穴の公認として、ニューヨーク市局に転勤することになった。 サノアナを送り出す目的で行われた。第一問チェックポイントアナウンス室。サノアナは、福井賢治アナのように、バラエティしかできない。アナウンサーと、サノアナは B を選び正解第二問。チェックポイント、入り口ロビー。サノアナは、内田京子アナのことを A を選び正解第三問。チェックポイント、玄関前、ニューヨークから戻ってきた時には必ず、 富士テレビを代表する報道アナウンサーになって、ミセルを選び不正解2008年1月5日、放送。新春格し芸大会のパロディ。めちゃイケのメンバーが、今まで隠していた芸を披露するもの。セットも一部、本家の新春格し芸大会を使用したものである。コーナーナレーションは、戸部大子が担当。加藤、こんなのどうですか ?46 点、サリマ。 大玉ジャグリング48点24点、浜口、椅子が満12点2点三浦、ポロリ計測不能カメラアシスタントのスタッフも、挑戦ひな形、モノマネのモノマネ47点。武田、ボクサー演じてます46点、長瀬正人カメラマンのカメラワークは48点やべ、まさかの貯金箱49点ありの、禁じられた遊び50点、大久保、そろばん0点。 岡村、ティンパニーキャッチ49点、人間が楽器マイナス50点2008年2月2日には、新春まだかくしていた、芸大会が放送された。名前が、富士 TV 警察24時の役名になっているが、衣装は変わっていない。加藤巡査、いただきマカラス四十48点、浜口巡査、ご存知すが満12点岡村巡査部長。 マイクパフォーマンスマイクなしパフォーマンスマイナス50点2010年度内容の企画が跳ねるのとビラで組まれた2008年2月23日放送同年1月19日放送のヤベオファーシリーズで評判となったヤベオリジナルケーキみかんブランに対抗すべく参戦した芸能人とケーキ作りで対決選手は王者ヤベ岡村カリヤやさきセインカミュ 穂坂直樹、審査員は、他のめちゃいけメンバーと、加納姉妹。MC は、倉田大重うしげやな。繊維は、味噌、穂坂はうなぎ、かりやは、エディブルフラワーを使用、やべを含めて、ハイレベルな争いとなったが、岡村は生姜を、テーマ食材に選び、加納京子らに、スイーツの材料としては平凡だとあしらわれる。また他の選手から食材を盗んだり、 くれない生姜やガリをケーキに盛り付けて、避難を浴びた。王者矢部の、みかんブランの他に、刈谷崎は、花のババロア、穂坂は、うなぎタルト、繊維は、ミソロール、岡村は、生姜ショートという風になった。審査の結果、王者矢部のみかんブランが優勝。岡村の生姜ショートは霊評で最下位。 この結果を不服に感じた岡村は、やべのみかんブランや審査員席のテーブル、撮影用カメラやモニターの上などに生姜を乗せるという嫌がらせをし、他の選手や審査員たちから、犬のマーキングかとうとう非難を浴びながら、スタジオから逃げ去った。これに伴いみかんブランは、以後の、やべっち寿司のお品書きに加わることとなったほか、公円寺の洋菓子店、 メルベイユの定番メニューとして数年発売されることになった。2008年5月31日に放送。MC は倉田アナと高島ヤアナ。出演者は現役喫煙者の内々、加藤に禁煙を迫る企画。リラックスルームの中で過ごし、どうしてもタバコを吸いたくなったら、緊急ボタンを押し、リラックスルーム外の喫煙所にて、スタッフ等による。 ビンタ一発と引き換えに一服することができる。大久保が全室にいてタバコを見つけ、実は、倉田アナも喫煙者ということが発覚し、高島アナのきついお仕置きを受け、倉田アナも一服した。収録終了後の楽屋でも喫煙を見つけるとビンタを食らわせ、オカピーの意外なビンタの威力がフィーチャーされた。またスタジオから帰った加藤を、行きつけの店まで追跡してビンタした。 なお、岡村は2010年に禁煙に成功している。2008年12月13日放送。芸人と一般人の夫婦を、フジテレビの人気番組のスタッフが審査し新たな、スター夫婦にしようという企画。スター誕生のパロディであり、三子のアイラブ、爆笑クリニックのような往年の番組の要素を取り入れている。ゲストは、 山田義夫妻、小堀博之夫妻、若いお夫妻、のっち夫妻。トークや嫁の特技披露などを行い、最終的にはのっち夫人が、感動的な手紙を読み上げのっちが号泣した。2009年11月14日放送の、総集編企画。タイトルは、笑っていいとも。オパロディしており、タモリ役として、コージー富田を迎えた。 10月放送の特番、記録よりも記憶に残るフジテレビの笑う50年、めちゃに覚えてる。の舞台となった山9を大バリュー2センターを再び訪問し、中に保存されている懐かしいアイテムを振り返りつつ、ガラクタと認定されたものは処分あるいは持ち帰りしようという企画。過去映像を流す、際の演出は覚えてる。に準拠している。 スターキンヤが使用していた太陽のオブジェや、佐野穴の前菜の写真など勝手に処分できないものに、関しては、コージー富田が登場し、テレフォン処分と銘打って関係者に電話をかけ、買い取りや回収を迫った。初期の企画、竹村健一王は誰だで、竹村健一を唯一笑わせることに成功した、加藤の超鎮暗号の着ぐるみが登場し、 これをきっかけに復活し、プレッシャー成人に、超鎮暗行が出演するようになった。番組最後には3000体の2006年の夏のイベントで、販売予定であったが販売を前に、不祥事で白紙になり、不良在庫になってしまった、油屋さんの人形が発掘され、 加藤が責任を持って、私物の BMW に積んで自宅に保管する羽目に、陥り、曜日対抗意とも選手権と称して、運転席以外のスペースすべてに詰め込み、そのままの状態で、加藤は帰宅した。なお、その際2台から1台だけ落ち、メンバーの前に転がり出た様子を見て、コージーと見たが、久々にメンバーが全員揃ったと発言した。 翌週の2009年11月21日に放送された続編。短命に終わった企画、恐怖新聞について、近藤正宏ディレクターに電話したり、エスパー伊藤のネタの原画イラストを発見し酒に酔った、エスパーを電話で呼び出した。2010年1月9日放送。NHK の年越し特番、ゆく年くる、面のパロディ。絵頭が、 新年初ゲストの AKB48 に一言、物さるそうとするが、行方が白くるえがという年越しをイメージしたタイトルのため、女屋の金にちなんで108個と物申すことに。しかし絵がは、AKB のエース、前田敦子のことしか知らず、他のメンバーに対したの情報を全く用意していなかった上、収録日に、 第60回 NHK 紅白歌合戦のリハーサルと本番の合間を縫って出演した AKB48 の空き時間が1時間しかなかったためパニック状態に陥り AKB に圧倒されると散々な状態に終盤ではオリエンタルラジオの武勇伝のパクリを挟みその後はメンバーの名字と同じ人物の名前を言うだけになり佐藤夏樹に至っては その前から佐藤アミナ、佐藤スミレと続き三人目の佐藤だったためネタ切れし、のご飯と、人物ですらなくなってしまった上、田辺聖来にも、エージェンシー、梅田彩香にも、か月と続け、米沢ルミに対しては、人物以外の候補すら思い浮かばず、意味不明な文章を口走るなどグダグダとなり、挙句108ことに達しないというコーナー史上最悪の、結果に終わった。その後、 NHK に戻ろうとする AKB48 メンバーの乗るマイクロバスの運転手を引きずり下ろし自ら運転しようとするが、フジテレビ敷地内でめちゃイケメンバーに引きずり下ろされてしまった。2010年2月20日放送。ネプリーグのパロディ。挑戦者、矢部、庄司、田村、黒瀬、香港のメンバーが様々な画像やシチュエーションで、 アカデミックなツッコミを入れていく企画。モニター室には、岡村、加藤、品川、有野、の、世界の鍋圧が見守る。2010年2月27日放送。サブタイトルは、バラエティにも、沈まぬ太陽。BPO 放送倫理検証委員会による、最近のテレビバラエティ番組に関する意見に、掲載された本番組に関する、 視聴者からの苦情に対応すべく、岡村が自ら体を張って安全な笑いを追求した。番組最後には、食べ物やファッションに好き嫌いがあるように、これからもめちゃいけが TV を見えるすべての人から愛されることはきっと永遠にありませんというナレーションが流れ、批判を恐れて萎縮してしまう TV 業界の態度を批判する内容となっている。この回の 提供クレジットが、ブラックバックでの紹介となった。2010年3月1日、フジテレビが、独自の番組指針、私たちのフジテレビバラエティ宣言を発表。その中で、岡村涙の苦情 0SP は、フジテレビのバラエティ制作者を代表する形で、BPO 意見書に対する思いを、番組なりのやり方で表現したものであったとした。 2010年3月6日放送東京ガールズコレクションをパロディしたお笑いコンテスト企画東西のギャガーと呼ばれる芸人たちがファッションショー形式で春の新作ギャグとしてテレビでまだ使っていない一発ギャグを披露する企画会場では500人の女性客がギャグを観覧し自分で使いたいと思った一発ギャグを携帯電話を使いその場で購入することができ 芸人間で購入人数を競った。最後はホリケンの暴走に激怒した道がステージに上がり説教を始めたがホリケンの暴走は止まらなかったため強烈なビンタを与えて終了となった。500回記念放送でのやべっち寿司終盤において絵頭2時50分が開催を発表した大型企画。十月九日十月三十日十一月十三日放送。 めちゃイケ放送開始から15年という節目の年に訪れた岡村の無期限休養という最大のピンチをチャンスにすべく全国4都市において新レギュラーのオーディションを開催。規定の年齢とめちゃイケに対する熱意があればプロアマ、一般、国籍関係なくオーディションを受けることができる。キャッチコピーは We Are Requesting m e e t i n g h at r i n g s in One's Heart ポスターデザインなどの演出面では、エグザイルのオーディション、ボーカルバトルオーディションをパロディしている。また、3次審査の選考時に、番組のファンである、小田栄一郎から、岡村含む、メンバー全員を、ワンピース風に描いた描き下ろしイラストが送られ、最終審査への招待状にも、デザインとしてあしらわれた。当初は一組のみとされていた合格者だが、 最終審査にて5組が合格であることを発表。ジャルジャルほか5組7名が新メンバーに選ばれた。なお、最終審査で敗退した参加者にも激励賞として今後の仕事が与えられた。2010年11月20日には新メンバーを交えての企画、めっちゃいけ教習所が開かれ、新メンバーには レギュラーとして認められた証の、めちゃイケメン挙手賞が交付された。なおその際、2010年8月末で会社を退職していた大久保にも、改めて、OL との兼業でない正式メンバーになったという、意味で免許を交付した。3次審査で、落選2次審査以下は、若手芸人及び素人以外では、以下のような人物が参加していた。 一時審査この他に東京ドームで行われたスマップのコンサート開催前に審査員が訪れる形で中井雅宏も強制的に参加させられていた。また元メンバーの山本も参加したが予選クイズで敗退したと一部で報道され2013年の FNS27 時間テレビの性爆裂お父さん。親父も全力スペシャル。でかとが 良い子が同級生であるという初歩的問題で罰に行って不正解になったと発言している。2011年7月2日放送サンデージャポンのパロディ山中がジャーナリスト役で FNS27 時間テレビの予告も兼ね出演者の予告を行った。なお、裏番組の都合により枕順は外国人上田信也はモノマネタレントで対応した。 また、アカシア・サンマのモノマネタレント、ホイ・ケンタ、タモリのモノマネタレントコージー・富田も出演した。2011年1月22日放送。VS 嵐と、VS 魂のパロディ企画。新メンバーと、岡村隆史が、まだ親しくないというところから、この企画が始まり、様々なゲームで岡村と対決する企画。エンディングの最後に、 終字を大きく書くゲームで、岡村は墨を、いっぱい浴びて惨敗した。お笑いローカル路線バスの旅で使用された車両と、同系の車両2014年4月12日放送。テレビ、東京列の土曜スペシャル、ローカル路線バス乗り継ぎの旅のパロディ。AKB48 から卒業し女優に転身する、大島優子が、お台場を出発し、 99と一緒に卒業公演、AKB48 単独グループハルコイン、国立競技場思い出は全部ここに捨てていけ、の会場である、国立競技場を目指して一泊二日の旅をする。しかし、下車した停留所では、難所が待ち構えている。使用した、バス車両はかつて、横浜市営バスで使用していた車両である。男性芸能人が、 した心なしで女性をナンパできるかを競う対決企画。2014年5月10日8月2日8月9日放送。2014年11月1日放送。2017年1月21日放送。2014年12月6日に放送。AKB48 グループの総監督を務める高橋みなみの熱愛スキャンダルが発覚したら、 それを知った選抜メンバーは、どのような反応をするかを隠し撮りし、その様子を別室でモニタリングする。めちゃイケメンバーが、リアクションの良いメンバーに3回に分けて投票。その中から最も良いリアクションを示す、ドッキリセンターを決める。ターゲットは発売時期が近かった、希望的リフレインの、選抜メンバーのうち30人で、高橋も、冒頭で、 企画告知という形でドッキリにかけられたため人数に含まれる。本当の解散総選挙が行われる前週に放送された。ドッキリ7は以下の通りである。なお高橋は放送の翌々日、本当にグループを卒業することを発表している。2016年4月16日から5月28日まで放送を。 番組開始から20周年を迎える2016年秋、大勢の芸能人や関係者を迎え行われるで、あろう、何らかのパーティーの準備を開始。各芸能事務所などに招待状を届けるため、2016年春、限定で、富士テレビ前に、最下郵便局という一般の郵便物を、取り扱わない、架空の臨時郵便局を開設した。コーナーでは、 郵便局員に噴しためちゃいけいメンバーが番組でお世話になった人に招待状を直接渡し感謝を伝える企画が放送された。再開郵便局のセットにはそれまで番組で使用した小道具が置かれているほか開始王子の番宣ポスターも飾られていた。この企画では過去のゲストの映像も放映されたが一部の映像では山本健一が モザイクなしで映像に映っている。また、極楽トンボの喧嘩コントの映像も解禁された。2016年11月4日放送。秋に行われる予定だった何らかのパーティーはハロウィンパーティーとして行うことに。しかし会場は見つからないままハロウィン前週の夜を迎える。渋谷スクランブル交差点に止めたロケバスの車中で、 岡村は、メンバーの家を借りようと電話するも全員が断る。ところが、岡村は、電話口で、周りにあるもので、ゾンビの格好をして渋谷まで来るようにと、メンバーや、芸能人たちに言う。そしていつの間にかパーティーの会場探しは、ゾンビの格好をして、渋谷スクランブル交差点を飛び歩いて、点数を競う企画となってしまった。具志堅陽光と、相川翔が参戦した。 映画、君の名は、のパロディ企画。2015年の27時間テレビに、キングコングの西野が出演しなかったことを、99岡村隆のオールナイト日本で、リスナーからのメールで取り上げた際、岡村が、態度が気に食わないと発言。それに対し西野も、岡村さんが、嫌いと懸縁の中になってしまった。その中を修復すべく、作品のような、 入れ替わり生活を体験し、お互いを理解してもらって、わだかまりを解消してもらう企画。それぞれ相手の顔を模した、成功なマスクをかぶって、相手の生活を体験。岡村は、西野として、本のサイン会や、ルミネ座吉本での梶原とのネタ打ち合わせを、西野は、岡村として、オールナイト日本でのネタはがきのチェックや、めちゃイケ収録前の現場を体験。また、 岡村は、西野の自宅兼アトリエで、西野のブレーンでもある、厚生作家と、西野は、岡村の地元である大阪、茨城で、岡村の友人と会話。最後は岡村にとっては同期であり、西野にとっては、親しい先輩でもある、博多大吉が、それぞれ別々に飲み会を行って二人を悟した。最後は、本家さながらに二人が会い。 お互いの本心や思っていたことをさらけ出し、ハグをして、完全に和解、したものの、その光景を浜口による、笑う男によって笑い飛ばされるオチとなった。TBS の特番プロ野球選手戦力外通告の、パロディ企画。テレビ界から消えた、芸人たちを主役に、大手企業にネタ見せをし、スカウトを狙う。出演した芸人は、涙ヨーク、赤津、ジョイマン、 全身木村、とにかく明るい安村、郷、ー、皆川など出演。涙と赤津の二人は事前に密着ロケを完光。高評価を受け赤津は、サンマのお笑い工場委員会のパネラ芸人のオファーをゲットした。オアシズ、タンポポ、伊藤ア子、コ、ニガミンター、安藤夏が、楽屋でだらけていて、ロケに、やる気がないと、内々の二人が怒鳴る。 彦コ太郎の格好に着替えさせられた女芸人は、やる気がみるみるうちに低下していたが、美味しそうなバイキングを、目の前にすると表現して、食べ物を食べまくる。そして、やべがツッコミを下す企画。2017年2月17日放映。過去に、めちゃイケメンバーとデヴィ夫人が参加して、パイレーツオブカリビアンのジョニー・デップ格好をして、同類の企画を行ったことがある。 2017年6月10日放送。字の記念日であり、本家 AKB48 第9回、選抜総選挙の前週に放送。略称は CKK。司会は、本家選抜総選挙の司会も務める徳光和夫と、長島弓矢な、岡村憤する岡根。芸能界屈指の遅刻魔16人に、お台場夢大陸の打ち合わせで、湾岸スタジオに、 朝9時入りというニススケジュールを伝えた上で、実際にどれだけ遅刻をするかを競い、一番遅く来たものが遅刻センターとなる。状況を把握するため全員に対しスタッフが備行しているが、万が一寝坊や道の間違いなど起こった場合でも、一切の手助けは行わない。到着と同時に、AKB 総選挙風にネタバラシが行われ、すぐに、 本家さながらの喜びのスピーチをしてもらう。なお、ゲストとして、高橋みなみのほか、ひな壇には、遅刻アンダーガールズとして、大家静香をはじめとする本物の AKB が出演したほか、アレクサンダー到着時にはドッキリとして、OG の川崎のぞみも登場した。また、本家総選挙のように膝に毛布をかけながら待ったり、未来ある子たちにひどい遅刻は見せられないとして、 ベスト3を前に16歳未満のメンバーが退場するなど細部までパロディを行った。2017年7月1日放送。50歳を迎え、廊下も始まってきた。絵頭2時50分の今後のために、ワッキーサンシャイン池崎、白間見る、加藤ふみなど様々な芸能人が、2代目絵頭2時50分を目指し本人の前でアピールを行うオーディションを行った。 結果は、オーディション参加者ではなく、矢部に決定。実は、江頭のブレイクには、笑っていいとも、特大号のモノマネ歌合戦にいて、矢部がまだメジャーではない江頭の真似をしてくれたことという、ことを恩義に感じていたという理由からであった。最後は、黒タイツに着替えた矢部と共に二人で会場となる、プールに飛び込んだ。 よもぎだ少年グレンタイ2016年7月30日放送の夏休みの宿題スペシャルにて放送番組放送開始20周年の節目に番組が決着をつけなければならない夏休みの宿題として山本と10年ぶりの再会をするドキュメントなお番組内では数回にわたり10年前に被害者との和解が済んだこと 逮捕ではなく不起訴処分であったこと、及び10年に及ぶ謹慎という十分な社会的、制裁受けたことを加味し、多くの関係者の理解と協力を得た上で実現した、ことを説明している。また、山本に対する出演の許可が降りたことなどを含む一連を、8日前の7月22日に、日本版が配信され大ブームとなった、ポケモン GO にちなみ、山本 g と、 名称、番組内の説明枠もポケモン号風に進行した。関係各所との調整により、ついに山本のテレビ出演及び再会が叶うこととなったが、10年間も音信不通だったことに、岡村は激怒し、どついたるねん。と行きまく。まずは相方である加藤の家に赴き、今回の企画を報告。そこで、加藤が山本には、 内緒で一緒にライブツアーを計画していたことを明かす。気づかれないよう、豚しゃぶともマヤテと改造した、ロケバスに乗り込んだ内々と、加藤は、明治神宮近辺にいるらしいという情報をもとに、移動。そこでは、あの頃と体格がほとんど変わらぬ、山本の姿を10年ぶりにカメラを通して発見。自身が率いる草野球チーム、 神様の選手権人監督としてプレーしていた。草野球では、素手でのキャッチや盗塁などのプレーに、反省していないと岡村が噛みつくが、10年、謹慎していた中、ようやく唯一の趣味として再び草野球を、始められるようになり、趣味を楽しんでいることと反省しているかどうかは別、として、多めに見ることに。また、今回の企画は、気持ちとして、加藤が、 今回自分はノーギャラであると宣伝する。二日目はモニタリングに、新しい波、飛ぶ薬の時代から共にしてきたよい子、オアシズも加わり、宮崎サンシャイン FM での仕事を隠し撮り。十年前と違い打ち合わせもしっかり行い、大久保が、ラジオネームを使って投稿した、山本自身の境遇に似せた内容のメールにも、自分の気持ちに乗せて、真摯に回答するなど、 成長した瞬間を見せた一行は思わず涙ぐむ。が、モニタリング終了後、加藤はスッキリのため帰郷しなければならなかったが、すでに最終便が出てしまったこと、スッキリを欠席するとまた何か勘ぐられてバレるかもしれないということから、440万円のプライベートジェットを自腹でチャーターし帰郷することに。最終日は、めちゃモテから合流したひな型。 サリナ、武田も加わり、パチンコ店での営業をモニタリング。トークショーの予定だが、同席する予定だった、梅宮達夫が来られず、また店内にも怖そうな客が、多数いるという試練の状況にも、全力で仕事を行う山本。しかし、山本が、客に絡まれた瞬間。 パチンコ営業のキングこと江頭2時50分が乱入。その場で、フリースタイルウェガジョンとして、絵画ラップや動き対決を行い、山本のキレがまだまだ健在であるということを見せる。会場が再び盛り上がり、ステージに上がった5人の客が服を脱ぐと、その背中には、おい山本、夜8時お台場市民球場に来い、の文字と岡村の顔をした猿のタトゥーが描かれており、 その言葉に山本は涙ながらに了承する。新メンバーも加えてついに山本と対面の時。遠くから現れた山本は笑いながら挨拶したことにメンバーは疑問を抱く。改めて岡村とベンチに座りいろりを囲みながら話す金スマスタイルで改めて10年間の間に何があったのかを話し、初めてカメラの前で被害者の方に 土下座で謝罪した。それでも怒り冷めやらぬ岡村は、当初の宣言通り、どつくため、舞台を倉庫に作られたリングに移し、山本とのボクシングを実施。本当は殴られても立ち上がる姿を見せたかった岡村だが、一方的に攻撃を受け続ける山本に対しきりが、ないとして、加藤に交代。改めて加藤が、当たり前じゃねえからな。この状況。 怒りと涙の説教を行い、その中で、本当は、10年間音信不通ではなく、岡村の休養時にやりとりがあったことを明かし、改めて出演者、後輩である軍団山本の面々、スタッフに対し、加藤と共に謝罪し、最後は視聴者に向けて二人で、土下座をして謝罪した。謝罪後、加藤はこれで、山本が、メンバーに復帰できると喜ぶが、実際は、 テレビ出演が可能になっただけであり、メンバー復帰も、吉本復帰もないことを知らされる。しかし、加藤が内緒で、コントツアーを計画していたことを知らされ、改めて、残悔コントツアーとして、一緒に取り組むことを決める。最後は11年ぶりとなる二人での、極楽喧嘩コントを行い、二人とも泥まみれになりながら、再会を祝した。その後は、 抜き打ちテストに加藤の身内として自宅参加するなど間接的に出演し同年11月20日の懺悔ライブツアー最終日に山本の吉本復帰が発表26日には番組内の爆裂お父さんでも発表されたそしてアベマ TV でのレギュラー番組開始や MBS ラジオへの復帰を経て2018年1月2日 放送会の3時間半 SP にて、番組終了予定である2018年3月までの3ヶ月間限定で、実に、約11年半ぶりとなる山本の、めちゃいけレギュラー復帰が発表された。また、加藤が発した、当たり前じゃねえからな。という言葉は、その後も、抜き打ちテストなど番組内でしばしばネタにされた。さらに、モノマネタレントの原口明政が、 この放送以降、加藤のモノマネをする際に、様々な番組でこの言葉を多用するようになった。原口は、めちゃイケやった番組内で加藤と共演する際、たびたび前述のフレーズを使用してのモノマネを披露し、加藤を困らせている。当初は、めちゃにモテたい。の、ゴールデンタイム進出特番、内々出世街道日本一周モテさせてくれて、ありがとう SP として放送。 基本的に、中井のいじり企画であり、役座風の矢部の兄貴と岡坊が何かにつけて、中井を連れ回して、日本一周の旅に出かけさせ、行く先々で中井を翻弄し、災難に合わせる。なお、企画の内容から、中井のファンから、岡村や矢部をはじめとする、めっちゃイケメンバースタッフに対して、中井くんをいじめるな、と、苦情が寄せられることも珍しくなかったため、 中期以降は放送中にたびたび一連の出来事がコントであるということを強調して告げられ番組の最後にはこの番組はフィクションですと表示されるとめちゃイケの企画の中でも特に視聴者への配慮がなされていたまた出演者に関しても役者及びエキストラの箇所があるまた収録に関しても実際に2日間で日本一周するのは強行軍すぎるため 別取りや、収録の順番が前後している箇所もある。ハイビジョン制作開始後の番組オープニングでは、めちゃ池のロゴが出ると同時に飛行機が離陸していく、シーンが決まって使われる。目覚ましテレビ AD 温泉旅館中井さんザテレビジョン32時間記者、探偵協力、お原調査事務所ホリプロマネージャー和田明子の、ディナーショー手伝いかっぱ寿司安楽亭餃子の、 王将アメヤ横丁。ファンタスタープロモーション山崎学美のツ日マネージャー洋菓子店、メルベイユパティシエ下町、戦住のパン屋オフィス48アックス、銀河ガムチェック劇場版大握手会、島崎遥香の単独握手会剥がし役、バディスポーツ用児園2000年7月15日発、放送。同時期の秋に、めっちゃ池男子初期メンバーにて、スポーツテストを行った。 モームスと48グループが行ったオカジョの体育祭の原型。スタードッキリ報告のパロディ。MC はナインティナインと高橋マーサーナ。すぐにドッキリとわかるゆるゆるのドッキリを仕掛けられたら芸能人は企画を潰さないために騙された演技をし続けられるかを検証。タイトルとは裏腹に出演者には極度の緊張を強いる企画である。 1> 第1回のみ以下のような内容だが、第2回以降は、偽番組で、ホテルに宿泊させた参加者に対し、寝起きドッキリを事前に通知した上で、10分の準備時間を置いてから、どういう寝相をしているかを基礎形式になっている。芸風との不一致、以前の回で披露された寝相とこむる、ホテルの備品を破損させるなどの行為を取ると厳見され、 とても放送できない下ネタを見せた場合やホテルの外に出た場合は失格とみなされる。また、2回目以降の挑戦も可能だが、MC の振りに耐えきれず逆に点を下げてしまう場合がある。最初に4組で競い、それが終わってから全員が集まって、スペシャルゲストに仕掛ける形式を取る。初めてのお使いのパロディであり、岡村憤する、岡所ジョージと、加藤あ子アナ。 西尾ゆかりが司会進行を務める。芸能界に入りたてで人のことを信じやすい山中に対し思わずお疲れと声をかけてあげたくなりそうになるドッキリを仕掛ける。お笑い芸人化がうまい大酒決定戦スペシャルのパロディ。通称歌下手。お笑い芸人化が下手な大酒決定戦スペシャルを参照。2005年にはコンビ愛を確認する企画が放送された。 2009年6月27日放送開始。裏番組、世界一受けたい、授業のパロディであり、一種のコント企画。表面上は本家を真似た、様々なジャンルの歴史、雑学を学ぶ、教養企画ではあるが、花から勉強なんかしたくないメンバーのやる気は、全くなく、授業そのものも、講師の一人おがりな解説が大部分を占めるため、 番組途中から半ば学級崩壊の様相を呈す。雨上がり決死体のトーク番組アメトーークのパロディ。メンバーのダメなところをトークで検証し吐き出すことでより良い関係性を築き上げようとする企画。この企画でも他の番組パロディ企画同様本家に非常にそっくりなセット、テロップ、CG を使用している。ナレーションも 本家の佐藤氏のモノマネを行っている。なお、この企画のスタッフロールでは、スペシャルサンクスとして、アメトーークのプロデューサーである、カジオサムさんと、アメトーークスタッフ一同がクレジットされている。ナイナイが MC、その日のテーマ以外のレギュラーが、ダメ芸人として、メインのレギュラーを球団する立場に回る。かつてのオカジョ、のリメイク版とも言える企画。オカジョ。 でのフォーマットのまま、AKB48 のメンバーが生徒となり、抜き打ちテストや、体育祭に挑戦する。2014年12月6日放送のスペシャルは、めちゃの水女子第48校として行われていないが、センターバカクソセンターに続く、ドッキリセンター、バカナナクソ7に続く、ドッキリ7が発表されるという流れが取られた。 2013年11月16日に街はすっかり冬だけどやるんだよ。スペシャル。として放送。裏側を集めた完全版は翌週の11月23日に放送。前回放送後卒業した篠田真理子、板野智美、及び欠席した高橋美奈美、金太郎。に代わり、AKB48 から横山由依、SKE48 代表として 松井玲奈と松井樹里奈が NMB48 代表として山本さやかに加え渡辺美紀が転校生として参加した。今回も10年前に放送された岡女。体育祭同様、運動音痴、略してうんち、つまり AKB48 のクソセンターを決定する。また、抜き打ちテスト同様、A クラス4人 B クラス4人クソ7という配分となった。 また、かつて人気が下がり始めたモーニング娘。が体育祭で頑張ったところを見せたことで人気が再上昇したことを受け、有力メンバーの卒業が相次いでいる AKB にもここで頑張っている姿を見せ、もっと人気を上げてほしいという狙いがある。その他にもめちゃイケやか DVD として、おかじょの DVD が発売されることに関する反則企画も兼ねており、 随所に10年前と同じネタが入れられている。当日のプログラムは、以下の通り開会式と競争ばっしり高飛び坂上がり、休憩相撲リレー閉会式今回も、独特の呼び名として、横山は、ユーキャンの企画で資格を取ったことから、ユーキャン横山、松井樹里奈は AK、AKB483、フォースシングル選抜じゃんけん大会にてすべてパーで、勝利したことから、パー氏と呼ばれた。 日本テレビ系列で放送されている好きになった人のパロディ企画。本家とは逆で、めっちゃイケメンバー及びゲストが、これまでに嫌いになった人もしくは対象者を嫌っている人の年表を作成。そのうち一人が、スタジオに登場し、真相の説明や謝罪、決着を付け和解してもらう。新婚さんいらっしゃい。のパロディおさん氏とやべせばの司会で、 デビュー同期の芸人二人をゲストに呼びトークを行うというもの。英語表記 v s 2 4四アワーテレビジョン裏で24時間テレビ、愛は地球を救うが放送される日に被せて行われていた。V5 スタジオより完全録画放送。オープニングは、お台場富士テレビジョンの外観の夜景をバックに、タイトルロゴ表示。CM 前には、本家さらいのインストゥルメンタル版がかかっていた。 24時間テレビをパロディした黄色の T シャツやスローガンなどを使用する。2010年は本家が放送する8月28日はめちゃイケ自体が放送休止だった関係上、前週の8月21日に本家とは全く関係のない形で正規の超能力対決として放送。2014年はエスパー、伊藤本人が 本家に生出演するというドッキリを事務所ぐるみで行いカモフラージュとして爆裂お父さんの生放送が行われると予告されていたこの番組を同時ネットしているテレビ宮崎と沖縄テレビはこの番組の放送時間外で本家も放送していたちなみにナインティナインは2000年に本家のスペシャルパーソナリティを担当したことがある企画としては エスパー伊藤が超能力に挑戦し、成功すれば、全員でサライを歌うことができるというもの。ことごとく失敗し、エンディングでは、サライの替え歌が流れた。第3回までは、手術用手袋を、頭からかぶり鼻息で膨らませて悪芸に、毎回挑戦し、失敗するものの毎回ミラクルを起こす。二千六年八月十六日放送、十四時間、対抗テレビ、 絆は地球を救う。今、超能力者にできること2007年8月18日、24時間、対抗テレビ人生が変わる瞬間帯2008年8月30日、24時間、対抗テレビから近いマイナス2009年8月29日、24時間、対抗テレビ、スタートマイナス2010年8月21日、超能力大戦争2011年8月20日、 超能力はお台場を救う。2012年8月25日、寝起きは地球を救う2013年8月24日、24時間、対抗テレビセブン超能力はお台場を救うマイナス2014年8月30日、めちゃいけいちチ、24時間テレビ27時間テレビの深夜コーナーとして、1997年、1998年、2001年の3度 生放送で行われた。過激なエロと極度の演出が生放送で行われた。殿様のフェロモンの破血水者、2001年で打ち切りになったコーナー、7人のしり取り侍など。2017年11月25日スタート。略称は MSK。番組の2018年3月放送終了、前に、週に様々な文字を当てはめる、就活として。 番組が最後までフルスロットルで走り抜け終わるために、また番組終了後のレギュラーがステップアップできるように様々な企画の完結編や過去行った企画の復活などを行う。以下が、やべ、厚志、岡村以外が頼んだお土産と価格である。赤字で表示されているのが自腹で払ったものである。また、レートは収録日当日の1ドルイコール115円相当で、 換算。放送内で自腹額を7,660ドルと発表したが、計算すると7,585ドルとなる。ありがとうございます。